そして倉田から前へアデミルソン、スピードがあります。大岩との勝負、アデミルソンキープして中へ入れた、グラウンダース、ここはオンゴールになりました。増島が詰めていきましたが、その増島の足に当たりました、オンゴール。ガンバ大阪が先制。まあ、ここはやはりアデミルソンのスピードというところ。そうですね、まあ、今のねアデミルソン、この攻撃の形ですよね、ガンバのね。遠藤がしっかりキープして、はい、ためを作って、そこから倉田からアデミルソン、これすごい綺麗な形でしたよね。そうですね、3バックの脇を仙台としては疲れました。そしてアデミルソンのクロス、マッシュマも一足早く足を入れたんですが、蹴ったボールはゴールネットへと吸い込まれました。そうですね、まあ、こうアデミルソンのクロスの時にこうやっぱり流す